それでは私から作戦を提案させていただく。今回の目的はドマに駐屯する帝国軍の本陣となっているドマ城を攻め落とすことだ。まずリセとドマの人々に各地でできるだけ派手に暴動を起こしてもらい、帝国軍の目を引きつけるんだ。同時に飛行銃の扱いにも長けたアジムステップのアウラ族たちが出撃、城周辺の空を制し、飛空戦艦での脱出を不可能にするとともに、飛行型の魔導兵器を抑えてもらう。それらの混乱に乗じて、私とアリゼ、忍びたちで大竜月亮門に侵入し、魔導障壁の解除を試みる。障壁が消え去れば、麦港を伝ってドマ城へ接近できる。海賊衆と青甲羅の黄人族の出番というわけだ。彼らには船の上から砲撃を行いつつ、麦港の西岸に向かってもらいたい。西岸？直接ドマ城に攻め込むんじゃないんだね。そこには一般市民が多く住まうドマ町人地があるんだ。海賊衆と青甲羅にはそこで民の安全を確保してもらいたい。追い詰められた帝国軍が人質を取る可能性もあるからね。町人地の確保と同時にいよいよドマ城へ突入する。この重大な役目にはヒエンドの率いる反乱軍の主戦力と君の率いる冒険者部隊こそが適任だろう。ドマ城の内部で代理総督ヨツユを捜索し打ち果たす。指揮と統率を欠いた帝国軍は我々の敵ではない。ドマ解放の達成だ。いかがでしょうか、ヒエン殿。懸念があれば遠慮なくおっしゃってください。いや、非常に良い策だ。そなたは良い目を持っておるのだな。アルフィナの提案通りにドマ城への攻城戦を決行する。先の報告にもあったように時間の猶予はない。皆すぐに支度に取り掛かってくれ。